最後のハワイ王でアロハウェの作詞、作曲を行ったことでも知られる女王、リリュウオカラニハワイ併合、または米夫併合は1898年にアメリカ合衆国によって行われたハワイ共和国の併合である。本校ではハワイを併合するまでの経過とその影響について説明する。カウイケアオーリハワイ王国は1839年に イギリスのマグナカルタを基本とした権利宣言を交付。翌1840年10月8日にはハワイ王国憲法を交付して立憲君主制を成立させた。1840年の憲法制定後、諸外国との間で独立承認交渉が進められ、1842年、アメリカのジョン・タイラー大統領がハワイ王国を独立国として承認した。しかし、 ジェームス・クック以降の18世紀後半から交流の歴史があったイギリスの賛同が得られず、カウイケアオーリがイギリス領事と交渉を行うが決裂した。この決裂を受けて、メキシコ沿岸の軍艦を統括していたイギリス海軍のジョージ・ポーレットが軍艦を率いて1843年2月にホノルルに入り、威圧的な状況下でカメハメハ3世との会談を強行し、 会談後にポーレットによる臨時政府が成立させた。この臨時政府により、ハワイ政庁にはイギリスの国旗が挙げられたが、アメリカ政府による抗議と間接的な圧力に加えて、フランス政府の動きから臨時政府は短命に終わり、同年7月にハワイ王国に主権が戻った。その後に宗教問題など英米物からの干渉を解決し、ビクトリア女王のイギリス、 ルイ・フィリップのフランス王国の承認を得る。しかし、欧米文化の流入になじめない先住ハワイ人に、対しハワイに帰化した欧米人は、ハワイ王国内での政治的発言力を強め、1844年にはハワイへの帰化を条件とした欧米系白人の政府養殖への着任が認められた。1845年には、基本法により、行政府として国王。 摂政内務、財務、教育指導、法務、外務の各職を置き、15名の世襲議員と7名の大議員からなる立法議会が開かれた。1852年の新しいハワイ王国憲法では、アメリカでリンカーンが奴隷解放宣言を発する以前の段階で、奴隷禁止条項を盛り込むなど、進歩的な内容を含んでいた。こうした欧米化は、 従来のアフプアを軸とした土地概念にも及び、ハワイ社会でも土地私有の観念が広く受け入れられた。1848年制定の土地法により、ハワイの土地は、横領地、官有地、族長領地に分割されたが、1850年にクレアナ法が制定され、外国人の土地私有が認められるようになると、対外債務を抱えていたハワイ政府は土地売却によって、 外債を補填するようになり、1862年までの12年の間に、ハワイ諸島全体の約4分の3に達する面積の土地が外国人所有となって、先住ハワイ人の生活基盤が損なわれるようになった。一方、アメリカ国内のジャーナリズムは、すでに1849年頃には、ハワイ諸島をアメリカに併合し、ハワイ州として連邦に加えるべきだと主張し始めており、 1852年、この提案が議会に提出されて、検討に付された。なお、この間カリフォルニアが1850年に州への昇格を果たしている。アレクサンダー・リホリホ・カウイケア・オーリの老いのアレクサンダー・リホリホが王位についた1855年頃のハワイ王国政府には、アメリカ系、イギリス系、先住ハワイ人という3つの政治的グループが形成され、 互いに対立していた。アレクサンダー・リホリホは、全王が付与した一般青年男子の参政権が王権の失墜を招くのではないかと恐れ、兄のロトカメハメハと協力して王権の強化と貴族主義的な君主制の確立を目指した。アレクサンダー・リホリホは、増大するアメリカ人実業家の勢力を制限して、アメリカ世論におけるハワイ併合への動きを牽制するとともに、 1860年、ハワイアン改革カ,カ,カトリック教という名の聖公会をハワイに設立し、英国よりトーマス・ステーリーをはじめとするイングランド国教会の聖職者を招いた。これには、息子のアルバートを洗礼させ、ビクトリア女王を教母として立てることで、列強諸国と対等の関係を築こうとした政治的意図があったと言われている。しかし、1862年には、 アルバート王子が翌1863年11月には王自身が死去してこの計画は頓挫した。王位は兄のロトカメハメハが継承しカメハメハ五世として即位した。ロトカメハメハ王権復古と異教復活を掲げた新王ロトカメハメハは1864年8月新しいハワイ王国憲法を交付した。歴代王の新鋭政策により ハワイ王国がイギリスに傾斜することを恐れたアメリカ合衆国は秘密裏にハワイ王国の併合計画を進めた。この間、かつての捕鯨業は衰退に向かい、正当業が発展に向かった。特に1860年代は南北戦争で大打撃を受けたアメリカ本土に代わってハワイ諸島において砂糖キビ栽培が大いに拡大した時期であった。しかし、 一方で白人が持ち込んだ感染症のために先住ハイ人の人口が激減し、砂糖キビ農場での労働力不足を補うため、中国系内市日系の移民が多数ハワイに流入した。1871年8月には日本との間に日布州交通省条約が締結されている。初めて選挙で選ばれた国王ルナリロ世界を周遊し、 ハワイ王室と日本の皇室との縁組みを申し出た、ハワイ王からかうは1872年、次の王位継承者を指名することなくロトカメハメ派が、急死した。王位の決定は議会に委ねられ、選挙により、新米派のルナリロが王位継承者となって、翌1873年1月、即位した。ルナリロは、アメリカ人を閣僚に据え、アメリカからの政治的、 経済的援助を求める政策を採用した。アメリカとの間に、互恵条約を結ぶことを目標にして、外交交渉もなされたが、ルナリロが、肺結核とアルコール依存症によって没子したため、王位は再び議会に委ねられた。候補者の一人が、コカメハメ派四世、アレクサンダー・リホリホノオ・ヒエマであり、もう一人は、ハワイを統一したカメハメ派一世の有力な助言者だった。 大宮寺ケーアウェアヘウルの子孫にあたるデイビッド・カラカウアであった。エマ王妃とカラカウアが国王選挙で争った結果、カラカウアが当選1874年2月13日に即位した。カラカウアは王位を継承してすぐに自分の後継者として弟のレレオホクを指名して国王選挙の前例が繰り返さないようでをうち1874年中に ハワイ国王として、最初に、アメリカ本土を訪れ、貿易関税撤廃総合条約の演談を持ちかけた。米府互計条約の有効期限が近づいた1883年、アメリカでは、互計条約は合衆国内の米や砂糖の生産者の利益を損なうとの批判があり、その執行を主張する声もあったが、ジョン・タイラー・モーガン上院議員ら帝国主義者によって、 その他のより高次元な駅があるとする公開賛成意見が反対意見を上回り、従前よりモーガンが主張していた真珠湾の独占使用権を獲得することを条件に1887年11月に条約の更新がなされた。カラカウア王自身はアメリカに真珠湾の独占使用権を与えることに反対であり、王の妹リリウオからにも反対したが、 アメリカ上院の姿勢は強硬であり、トーマス・ヘンリー・カーターらの働きかけもあって、7年という期限付きでの独占使用を認めた。ハワイではカラカウアをアメリカに国益を売り渡す王として批判も多かったが、カラカウアは佐藤産業の安定こそがハワイの繁栄を保障するという判断に基づいていたのではないかとする見解がある。1887年。 ハワイ王国の野党議員ドリン・サーストンが中心となって急進的な改革を施行する秘密結社、ハワイアンリーグが結成された。同年6月30日、ハワイアンリーグは、ハワイの白人市民義勇軍ホノルルライフルズと協力して、首相ボルター・ギブスンの退陣と新憲法の採択を王に対して要求した。これに対し、カラカウア王はかつて自ら組閣した内閣を、 解散することで抵抗した。ギブスンは国外退去に処された。その後、ハワイアンリーグはホノルルライフルズなどが起草した新憲法を半ば強引にカラカウアに承認させた。それが1887年7月に採択された1887年憲法である。ベイボネットとは重権を意味し、威嚇のもとに強制的に調印された憲法であった。 この憲法はすべてのアジア系移民から一切の投票権を奪い、かつ投票権の有資格者として収入や資産などの一定の基準を設けたため、大多数の先住ハワイ人とごく少数の欧米人からなる貧しい人々は選挙権を剥奪され、ごく少数のハワイ人エリートや富裕な欧米系住民の発言力が飛躍的に高まった。また、王権は制限され、 数密院や内閣は強い影響力を持つようになった。カラカウアは、米ボネット憲法の廃案を画策し、1889年には、根結廃人で王国の軍人、ロバート・ウィリアム・ウィルコックスらの抵抗もあったが失敗に終わった。1891年1月20日、カラカウアは、志半ばで保養先のサンフランシスコで死去した。この間、 アメリカ本国では1890年に連邦議会が新たに関税法案を通過させたため、ハワイの製党業は大打撃を受けた。ハワイから輸入した砂糖は無関税であったが、アメリカ国内で生産された砂糖には奨励金が付けられたため、ハワイの砂糖生産は振るわなくなり、砂糖きび農園の地下も暴落し農園労働者の賃金も低下、さらには失業者も現れた。 こうして、あらゆるものが砂糖に依存していたハワイ経済は、深刻な不況に陥った。とりわけ、農園を所有して、製糖業を経営していたものの多くが、アメリカ人であったため、本国の関税法案通貨に対して、不満を募らせ、アメリカの保護料となるか、編入してもらうかして、事態を解決するより他に道はないと考えるようになった。玉座にある、 リリュウオカラニ1891年1月、カラカウアの公認としてその妹リリュウオカラニが大いについた。しかし、リリュウオカラニの指名した閣僚は再三にわたり、入閣を拒否して内閣が機能しないという事態に陥った。1892年11月、ようやく組閣のための閣僚承認がなされて政治危機を脱した。リリュウオカラニは山積する問題のうち、 財政難打派の対策として、宝くじやアヘンの売買を認可制とする政策を打ち出したが、これに対しては、アメリカ系白人勢力より、道徳的見地からの批判が紛失した。また、米ボネット憲法に不満を募らせる王党派ハワイ人たちは、1864年の憲法をもとにして女王に多くの権力を集中させる新憲法制定を計画して、 新米派に対抗しようとした。こうした動きに危機感を覚えたアメリカの中ハワイ公使ジョン・エル・スティーブンスはロリン・サーストンやサンフォード・ドールらと接触しハワイ王国の転覆と暫定政府の樹立を計画した。1892年春、新米派は併合クラブと称する秘密結社を作った。中心メンバーはサンフォード・ドール、ロリン・サーストン、 W.R. c a r l s s m デーモンであった。ハワイ事変の舞台となったイオラニ宮殿1893年1月14日、サーストンらの呼びかけによって、ホノルルに公安委員会と名乗る組織が作られ、翌15日、公安委員会は、ホノルル市民に対し、ホノルルライフルズ部隊本部で市民集会を開く旨呼びかけた。これに対し、 王党派の閣僚は反逆罪の適用を検討したが、衝突を避けるべきとの意見を持つアメリカ系閣僚の声もあり、反対集会をイオラニ宮殿で行うことが決定された。反対集会の目的は、リリュウオカラニによる新憲法を交付しないという声明を発表することによって、これ以上の混乱を防止しようというものであった。リリュウオカラニは宮殿外で待機する群衆に、 憲法の施行をしばらく延期することを発表した。翌1月16日、ホノルルライフルズで開始された集会でサーストンは女王を休断し、自由の獲得を市民に訴えた。この動きに抗欧し、スティーブンスは米国軍艦ボストン艦長ギルバート・ウィルツに対し、ホノルルの非常事態を鑑み、アメリカ人の生命及び財産の安全確保のため海兵隊の上陸を、 要請すると通達した。同日午後5時、将校を含む武装したアメリカ海兵隊164名がホノルル港へ上陸した。1月17日、サンフォードドールは新政府樹立の準備のため、判事を辞任した。午後2時、政府庁舎に公安委員会一同が集結すると、ヘンリー・イー・クーパーにより、ハワイ王国の集結及び暫定政府の樹立が宣言された。 ハワイ王国の政府庁舎及び公文書館はホノルルライフルズによって選挙され戒厳令が敷かれた。ドールは暫定政府代表として各国の外交施設団及びリリュウ・オカラニに対し暫定政府の自立を通達した。リリュウ・オカラニはスティーブンスに特使を派遣しアメリカが暫定政府を承認しないよう求めたがスティーブンスは暫定政府は承認されアメリカは ハワイ王国の存在を認めないと回答した。リリュウオカラには、このような事態を受けて、ドールに対し、私、リリュウオカラには、神の御恩帳によって、また、王国憲法のもとに、女王として、この王国に暫定政府の樹立を求める、特定の人々が私、及び、ハワイ王国立憲政府に対して行った、反逆行為すべてに対して、ここに厳重に抗議します。 軍隊の衝突と、おそらく生命の喪失となることを何としても、回避戦がため、米国政府が事実を提示された上で、アメリカの外交施設の取った行動を取り消して、ハワイ諸島の立憲君主としての権威の座に、私を福井させる時が来るまで、私は、この抗議をもって、私の権限を放棄いたします。期限1893年1月17日、 アールリリウオカラニという声明文を送付した。新米派によるハワイ暫定政府樹立宣言をドイツ、イタリア、ロシア、スペイン、スウェーデン、オランダ、デンマーク、ベルギー、メキシコ、ペルー、イギリス、日本、中国などの国々が暫定政府を事実上の政府として承認した。ハワイをアメリカの保護下に置く要交渉を進めていた暫定政府に対し、 2月1日、スティーブンスは、米国公使として、その要求を承認し、ハワイ政府庁舎に、正常期が掲揚された。しかし、リリュー・オからニの抵抗やアメリカ国内における、女王子自破の存在、及びスティーブンスがこのクーデターで取った強引な手法に、対する世論の反発などにより、併合は見送られた。アメリカ合衆国、第22代。 第24代大統領グロバー・クリーブランド当時、第24代アメリカ合衆国大統領に就任したばかりのグロバー・クリーブランドは、1890年のフロンティア消滅を受けて、アメリカのマニフェストデスティニーはすでに果たされているという認識に立っており、海外進出には抑制的で、スペインからの独立運動の続くキューバにも不介入の方針を取った。 クリー・ブランド大統領は、ハワイの状況視察のためジェームズ・ヘンダーソン・ブラントを現地に派遣した。ブラントは、新米派グループが軍主制を転覆させるような過激な行動を取るべき口実は何も存在しなかったこと、一外交官が軍隊を上陸させて有効的な政府を倒す手助けをしたことを大統領に報告し、ハワイ政長の正常期を下ろし、 アメリカ海兵隊を船に戻すよう指示した。クリーブランドは、ブラントの報告を受け、革命家たちの行動を、ホノルルの無法な選挙と批判し、スティーブンス公師の更迭を決め、新任公師にアルバート・ウィリスを任命した。これに対し、当時のニューヨークの新聞に、クリーブランドが、当時の流行歌をもじって、リリュウオからには、 私の恋人と歌っている漫画が掲載されるなど、多くのアメリカ国民は、革命家たちやスティーブンスに同情を寄せた。信仰し、アルバート・ウィリスは、リリオカラニが革命家たちを処罰しないことを条件に、福井させるというクリーブランドの指示のもと、暫定政府の取り消しと、女王福井の道を模索した。1893年11月4日、 ウィリスはリリュウオカラニが軟禁されているホノルルへ赴き国家を転覆させた反逆者の処遇をどのように希望するかを確認した。リリュウオカラニは法律上は死刑であるが恩赦を認め国外追放に止めるべきであるとの見解を表明した。しかし後日の新聞紙面上には女王が暫定政府首脳の死刑を求めるの文字が踊った。この別像報道は その後訂正がなされ、ウィリスは12月20日、ドールに対し、リリウオカラニを正式なハワイの統治者であることを認め、現地くらいと権力のすべてから退くことという、クリーブランドのメッセージを伝えた。しかし現実には、リリウオカラニには死刑であれ、御社であれ、そうした処分を実行する力がもはやなかった。こうした諸状況から、ドールらは、クリーブランド在任中の併合は、 不可能であると判断し、12月23日、過ちがあったのは、アメリカ政府の機関であり、暫定政府とは無関係である。クリーブランド政権の要求は、内政干渉に当たるとの声明文を発した。さらに、暫定政府を恒久的な政府として運営するため、ハワイ共和国と解消し、1894年7月4日、新憲法の発布と新国家成立を宣言した。 共和国大統領にはサンフォードドールが就任したが結果としてはハワイ共和国の最初で最後の大統領となったアメリカ独立記念日に交付されたハワイ共和国憲法は多くの点でアメリカ合衆国憲法に似ていた新憲法は東洋人に対し選挙権や市民権を与えず公職勤務を禁じる一方白人団体が 多くの点で権力を保持できるよう排除されていた。ハワイ事変に際し、王党派は日本の援助を求め、中日ハワイ講使は日ッ州交通省条約の対等化を申し出た。日本政府はハワイ講使の申し出を受け入れ、両国は1893年4月に改正条約を締結した。これは日本にとってメキシコに次いで二つ目の対等条約であった。 日本の防護巡洋艦、何は日本政府はアメリカによる範囲併合の動きを牽制するため、1893年11月、法人保護を理由に、東郷平八郎を率いる防護巡洋艦、何は他2席をハワイに派遣し、ホノルル軍港に停泊させて、クーデター勢力を威嚇させた。この入港は、米国軍艦のボストンなど3艦が停泊中の出来事であった。 この行為については女王を支持する先住ハワイ人たちが涙を流して歓喜したと言われる。日本海軍は翌年には何和を高千穂と交代させている。しかし1894年3月日本政府は巡洋艦高千穂の撤収を決めた。日本の軍艦派遣は米府併合の牽制には一定の成果を上げたものの、 かつての親日的なハワイ王国政府を復活させることはできなかった。1895年1月6日、王政復興を目指し、ロバート・ウィリアム・ウィルコックスをはじめとする先住ハイ人たちが共和国に対し武装放棄した。ワイキキでの小さな衝突が発端であった。2週間で武装放棄は鎮圧されたが、政府軍にも死亡者が出た。理流オからには、 この件に直接関与していなかったが、この放棄の中で多くの先住ハワイ人が虐殺されたという。1月22日、リリュウオからには約200人の命と引き換えに大い請求を断念し、今後はハワイ共和国への忠誠を誓い、一般市民として余生を送る趣旨の宣言書に署名した。こうしてハワイ王国は名実ともに滅亡した。 離留をからには2月27日、反乱に加担した罪で5000ドルの罰金と5年間の重労働の判決を受けたが、9月6日に釈放された。1897年4月7日、中ハワイ公使島村久氏は、外相大隈重信に軍艦派遣を要請し、4月20日、軍艦ラニワは、ハワイに向け出発した。5月11日、公使島村は、 ハワイ外省へ日本移民上陸拒絶に監視抗議し、1898年7月27日、賠償金7万5000ドルで解決した。6月17日、中米公使保守トールは、アメリカのハワイ併合阻止のため移民問題を名目に、ハワイ占領の意見を愚心した。6月21日、外省大熊は、ハワイ併合は、太平洋の現状を変動し、 日本の権益を危うくする旨アメリカ講使に抗議した。6月25日、アメリカ国務長官は、講使制に日本の正当な権益は阻害されないと回答した。1894年、アメリカ連邦議会は、国内産の砂糖に対する特別補助金の打ち切りを決めて外国産砂糖に課税し、ハワイ産砂糖には固形制度を復活させて無関税としたため、 ハワイ製闘業は再び活況を呈した。アメリカ合衆国第25代大統領ウィリアム・マッキンリー1897年にアメリカの新大統領に選出されたウィリアム・マッキンリーは海のフロンティア開拓を推進する帝国主義政策を取り、同年アメリカ合衆国上院にハワイ併合条約を上呈した。ハワイ上院はそれにこ応して直ちに賛成の意を表明したが、 ワシントン DC のアメリカ上院では、条約の批准には3分の2以上の賛成が必要であり、可決は困難とみられた。ただし、議会の合同決議であれば、上下それぞれの意味で過半数の指示があれば、可決されるという規定になっていたため、1898年3月16日、合同決議案が議会に出された。それに先立つ1898年1月の、 スペイン領キューバの主婦ハバナで起きた暴動をきっかけとして同年4月米西戦争が勃発した。ハバナでの2月15日のアメリカ戦艦メイン号爆発事件はアメリカ国民に反スペイン感情を植え付ける絶大な効果を持ち4月25日にスペインに対して戦線布告がなされた。4月30日にはアメリカのジョージ・デュ司令官がフィリピンのマニラ湾で スペイン艦隊に圧倒的な勝利を収めている。この戦争は太平洋上のスペイン領土を巻き込み、アメリカ国内では戦争中、そこで戦局を展開するための高級的な補給地が必要であるとの主張が巻き起こった。ホノルルは今やアメリカ軍をフィリピンに輸送する船舶にとって極めて重要な気候地となった。そしてアメリカはすでに 真珠湾の独占使用権を獲得していたが、これをより強固にするため併合が必要であるとの世論が高まったのである。米政戦争を扱った1898年5月28日付の新聞記事こうして、米政戦争中の1898年6月15日、先に提出していた合同決議案はアメリカ会員を通過し、7月6日には上院を通過した。 7月7日、マッキンリー大統領は連邦議会におけるハワイ併合決議案に署名し、ハワイの主権は正式にアメリカ合衆国へ移譲された。8月12日にはアメリカのハワイ返入が宣言され、同日正午少し前にハワイの国旗は下ろされ、正常期がイオラニ宮殿の上に掲げられた。同日、ハワイ共和国の主権のアメリカ合衆国への移譲を、 記念する儀式が宮殿内で取り行われた。この時、港に停泊中のアメリカ船フィラデルフィア号をはじめ、海岸の法列から21発の霊峰が打ち出されている。併合後のハワイは、アメリカが州国自治領として、遵州の扱いを受けることとなった。米西戦争は、アメリカのジョン・ヘイ国務長官によれば、素敵な小戦争であった。 8月に休戦条約が結ばれ、12月にはパリ条約が結ばれてアメリカはフィリピン軍島、グアム島、プエルトリコを獲得することとなり、キューバは米国占領下に置くこととされた。ハワイ準州初代知事の任命を受けたサンフォードドールアメリカの連邦議会がハワイに適用する法律を通過させるまで2年の歳月を要した。その間ハワイ準州の大統領ドールは、 ハワイとアメリカの両方の憲法の下で行政権を行使した。1900年4月30日、マッキンリー・ベイ大統領は、ハワイがアメリカの一州になるまで効力を持つハワイ基本法に署名。6月には、ハワイ巡州政府が設立された。ハワイ巡州の要職には、ハワイ共和国下の官僚がつくこととなり、6月14日、初代ハワイ順州知事に、 サンフォードドールが就任した。1900年基本法はハワイの法律となり、アメリカの諸法がハワイに適用されることとなった。ハワイの市民は合衆国市民となり、日系移民や中国系移民が事実上ハワイ市民になることができなかったのに対し、先住ハワイ人は投票上の制約が取り除かれ、多くの権限を獲得した。また、アメリカの施政下に属したと同時に、 ハワイでも共和党と民主党が結成され、当初は自治党が優勢であったものの、次第に二大政党の力が大きくなっていった。基本法下のハワイは、基本的に他の48州と同様が州国憲法とそれに基づいた諸制度によっていたが、いくつかの点で重要な格差が設けられた。ハワイの住民は、アメリカが州国大統領選挙。 副大統領選挙の際に投票権がなかった。また、連邦議会に対しては、ハワイの利益を代弁するために、自らの代表を選んで送り込むことはできたが、投票権は与えられなかった。さらに、ハワイの住民は、ハワイ準州の立法機関たる議会を作り、上院議員15人、下院議員30人を選出して、法律の制定に当たることができたが、知事や行政各部局の長、 重要な法廷の裁判官はすべて合衆国大統領の任命制であり、ハワイ議会の作った法律は合衆国議会によって修正ないし廃案にされうるものであった。着物を着た貝裏に、女王、リリウオカラニの命で王位継承者であったが、ハワイ併合の翌年に死去したハワイ併合により、すべてのハワイ共和国の国民は、アメリカ合衆国の国民となった。 しかし、先住ハワイ人には市民権が与えられたものの東洋人の権利は制限されていた。中国人に対しては、アメリカ本土の中国人排斥法がハワイにも適用されたため、中国人の移住が事実上不可能となった。一方、既存の労働契約は併合により無効化され、契約移民としてハワイに多数定住していた日本人労働者は、 それまでの過酷な契約から解放された。その結果、多数の日系人はアメリカ本土に渡航し、1908年までに3万を超える人々が本土へ移住したと言われる。これは結果的にアメリカ本土で日本人に対する排斥運動を招く契機となり、1906年にはサンフランシスコで日本人学童隔離問題が生じた。この隔離命令は、 セオドアル・ウズベルト大統領によって、翌1907年に撤回されたが、その条件として、ハワイ経由での米本土移民は禁止されるに至った。ハワイ併合によりアメリカ合衆国は、新天地を求めて太平洋に進出し、広大な海洋帝国の建設に着手することとなった。新珠湾はその後も軍事施設が増設され、アメリカの軍事基地として整備されていった。 地政学の上では、長期的に一つの対応に、複数の海洋大国が共存することは、難しいとされる。強大な海洋帝国としての存在を全うしようと、するならば、海洋上の自由な通商と公開の前提としてその、対応を完全に支配、コントロールすることが必須条件とされるためである。こうした見地に立つならば、日本が海洋通商国家としての繁栄を追求しようと、 すれば、いつの日にか、太平洋の覇権をめぐって日米が衝突することには一種の必然性を伴っていた。ただし、当時の日本は、日清戦争には勝利したもののロシア帝国の脅威に、さらされ以前国家の独立そのものが危ぶまれる状態だったのである。それでも、大隈重信の理は、これほど激烈で宣戦布告か。 最後通帳に等しいような外交文書は見たことがない、とマッキンリーに言わしめるほどの抗議をしたが、ワイハン内閣の早い画解もあり大事には至らなかった。後に1908年の高平、ルート協定で日本はアメリカのハーイ併合を承認した。なお、1993年11月、アメリカ合衆国議会はハーイ併合に至る過程が違法だったと認め、 公式に謝罪する両院合同決議を採択した。ありがとうございます。